皆さんどうもこんばんは、山下エンジニアリングの山下です。今日はですね、よく被ってるんですけど、ベルモト3、復刻版の方ですねと、ベルの、ベルブリッド、はい、こちらの2つを、ちょっと比較と紹介をしたいと思います。はい、こちらがですね、ベルモト3ですね。こちらがブリッドですね。どっちも結構珍しいカラーリングですね。これはまあ、少し前に出たローランド・サンズデザインの、マリブというカラーですね。まあ、限定色なんですけど、ちなみにサイズはS サイズです。ゴーグルは別売りになるので、まあちょっと後で参考程度に今つけてるだけなので、ちょっと後で取り外します。でこちら、ベルブリッド、まあシルバーフレーク結構珍しいと思います。こちらもサイズが S です。S なのであんまりサイズレビューにならないかなっていう気はします。かなり帽体っていうか中が小さいんですよね。本来、まあ、M も被ってたんですけど、ちょっと M だとサイズが大きくてですね、わざわざ、どちらも S に買い替えました。ブリッドの中はこんな感じですね。まあ結構赤でおしゃれなんですよ。赤っていうかボルドーです。ベルモト3は ほっぺたにあるクッションなんか厚かったんで取っちゃったんですよ。主にやっぱり夏とかに被ることが多いのでクッションは取っちゃいました。白で汚れるんですよね、結構。まあなので、外して洗えるので、ちょっと後で外してみたいと思います。はい、ベルモト3です。ちょっと大きく見えますが、こんな感じですね。中も白いんで結構汚れやすいです。なので、まあ、何度か洗ってますけど、まあ、洗って使えるので結構便利かなと思います。ちょっとじゃあ、バラす前に一旦かぶってみます。ゴーグル外したんですけど、これはスノボとかのゴーグルです。ちなみにスワンズですね。なのでそんなに、高くはないと思います。ではちょっとかぶってみます。はい、かぶってみました。結構帽体が大きいので頭でっかちになりますね。まあ僕の背がちっちゃいのはあると思うんですけど、はい。結構、帽体は大きいですね。S サイズなんで、一番シェル、この外側が一番小さいサイズになるように S サイズ買ったんですけど、まあそれでもちょっとやっぱり、頭でっかちな、印象になると思います。そうですね、ゴーグルあんまりつけることないんですけど、ちょっとつけてみます。久しぶりにゴーグルつけましたね。はい、ゴーグルつけるとこんな感じなんですけど、もう丸々ちょっとオフ車っぽいっすよね。なので最近はもうゴーグルつけるよりももっぱらメガネをかけてます。まあ夏にしかかぶんなくなってきちゃってて、はい、なので
冬はまあブリとか、まああとは、なんかポリヘルとかっていう感じになってます。まあ、バイクによっていろいろシチュエーションによって変えてるっていう部分はあるんですけど、はい。まあ、スクランブラーだと大体、このマリブを被ってると思います。はい、モト3です。バイザーも外せます。はい、中はですね、まあ、ここに、頬のクッションがあるんですけど、これをまず取ります。もうこれは最初からちょっと取っちゃってるんですけど、でここですね、ここをよいしょって引っ張ると取れるので、ここが、奥の見えるかな、ここに引っかかるようにできてますね。でこれをベリベリベリっとめくっていって、ここも中に入ってるんで、これも、引っ張って外していきます。はい、外れました。これが中ですね。はい、これが取れた状態です。でこれが外れた、インナーのクッションですね。まあ、ちょっと汚れてるんで、あの外したついでに、洗ってみたいと思います。ちゃんとあの XS もあるんですよね。 XS かぶれる人いるかな。うーん、 S でも結構キツキツですけどね。はい、こんな感じでバラしてみました。とりあえずじゃあまた取り付けましょうかね。はい、まあ取り付けるのもそんなに難しくないです。こうかけるところがあって、引っかかるところかな、それをこの中に引っかかるところがあるんで、この引っかかるところに押し込んでいくだけなんですよ。なのでまあそんなには難しくないはずなんですけど、なんか綺麗にはまらないパターンもあったりとかするんで、よくよく見ながらですね、はい、入れていかないとダメです。入ったかな、入ってるっぽいですね。であとまあここもそうですね、後ろ、まあ、そんなに難しくない作業なんですけど、はい、これで割と入ったかな。でこうやってキュッキュッと押し込むと、縫い目もちゃんと、おっと入ってるかな、縫い目もちゃんと、なくなるので、はい、これで、中は装着完了です。はい、ではこちらですね、ブリットのシルバーフレークサイズ S です。バブルバイザーがついています。中はボルドーで結構可愛いんですけど、もともと M サイズかぶってたんですけど、ちょっとブカブカだったんで、S サイズにしました。帽体もあのシェルもまあ多分 S サイズの方が M より小さかったと思います。つけてみました。こんな感じです。あの宇宙服って言われます。はい、結構顔が出るんで、なんて言うんですかね、女性とかは可愛いと思いますね。はい、まあ、僕みたいな人が顔出てても、あ、プラス査定になるかどうかちょっと分かんないですけど、はい、こんな感じです。まあバブルバイザーじゃなくてもいいかな、普通のバイザーの方がまあ男性はいいかな。まあ乗るバイクにもやりますよね、バイザーの形とか色とかっていうのも。はい、そうですね、これ被るときはまあカフェレーサーだったりハーレーだったりみたいな、感じなんですけど、はい、重さはそんなに感じないんですけど、音、風切り音とか結構入ってきますね。あのバイザーの隙間から
風とかを入ってくるんで、やっぱりヘルメット自体の性能ってのはまあ国産のヘルメット、いいヘルメットいっぱいありますからね。はい、まあ、デザインでまあ選んでるんで、その辺はまあ目をつぶっていますが、はい、まあでも被り心地は結構いいですよ。はい、ぴったりフィットしてますし、はい、長く被ってても疲れないですね。僕的にはブリットの方が疲れないです。モト3の方が被っててちょっと疲れるかな。はい、まあ涼しいですけど向こうの。はい、ではまた、これもバラしていきたいと思います。はい、ベルブリッドです。シルバーフレークでバブルバイザーですね。オプションのバブルバイザーをつけています。まあバブルバイザーじゃなくてもいいんですけどね。はい、ちなみにサイズは S です。では中を取っていきます。まずこのチークパッドですね、ここを引っ張って、お、取れない、取りました。こちらもチークパッドを外します。はい、ハンドウォッシュオンリーって書いてありますね。あら、これ動くのかな。動きますね、ここ謎に。あ、位置をずらせるのかな。なんかちょっと位置は、なんだろう、ここがちょっと動くような構造になってますね。はい、で中を取っていきたいと思うんですが、そうですね、ここをまあ引っ張るんですけど、よいしょ、まあ、ちょっとここ怪しいんですよね。ここ取れないのかな、取れなそうなんで、ちょっと取らないです。で、ここ外して、で、ここですね、こう引っ張り出すと、なか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 なんですよね。お、取れ取れた。はい、というわけで、インナーが取れた状態です。こんな感じですね、中は。はい、チークパッド2つと、でこれがインナーの部分ですね。もう結構綺麗です。あんまり被ってないんで綺麗ですね。まあ、ちなみにまだ1回も洗ってないです。ではまたつけていきたいと思います。じゃあ前からですね。結構硬いんですよ、この爪、引っかかる爪が硬いんで結構大変ですね。端から入れた方がいいのかな、入るかな、怪しい、場所によって入らなかったりするんですよね。はい、でこっちもなんか両サイドから入れた方が入りそうですね。はい、よいしょ、これ入ったかな、これでまあ入りましたね。で後ろはこうパチパチっと、はい、止めてください。ここなんかちょっと動くんだよな、なんだろう。はい、ここも止めました。でこれをまたしまいます。はい、で、チークパッドですね、こっちか、チークパッドをつけて、パチッと、はい、こっちもパチッと、パチッと、はい、入りました。でこのなんかピロピロってなってるのは中に入れるんですね、きっと。あら、ここが入らないですね。入りました。
こっちですね。まあ全然難しい作業ではないので気軽に外していいと思います。まああんまりつけたり外したりするとちょっと壊れそうな感もありますけどね。こっち側のギザギザのところなんかは、なんか悪くなりそうな感じもありますけど、まあヘルメットってやっぱ匂いとか気になるんで、まあ洗えるっていうのはいいですよね。はい、装着できました。ブリットです。はい、今回はですね、まあ人気のヘルメット、ベルモト3と、ベルブリットをちょっと比べたり、内装を外したりとか、してみました。はい、どちらもまあおしゃれでかっこいいヘルメットですね。まあ値段もちょっと高めかな。で、なんていうんですかね、サイズ感とかもあるんで、まあ、日本人の方だとやっぱ L とかじゃないと被れないので、被れる方ちょっと選ばれちゃうとは思うんですけど、はい、まあ国産もいいおしゃれなヘルメット増えてきたんで、はい、多いっすよね、ヨベルヘルメット被ってる方。はい、まあ僕はもう何年だ、もう復刻版出てから、まあ、ブリットは出てからもずっと被ってますね。今ので3つ目ですね。いや、一番最初は水色みたいな色の、まあ、ちょっと変わった色が好きなんで、はい。まあ、ヘルメットって、まあ、いくつあってもいいですもんね。まあ、気分とか、バイクに合わせて、やっぱり被れる、おしゃれなアイテムだと思うんで、まあ、まあ、ちょっと値段は、張りますけど、はい。って言っても普段乗るときは僕この帽子に半帽かぶって、その辺バイク乗ってるんで、まあツーリング行くときとか、まあ、ちょっと気合い入れて遠出しようかなってときしか、まあ、ベルはかぶってないですね。はい、ヘルメットかぶるとね、はい、結構スピード出しても全然スピード感なくなっちゃうんで、はい、まあ街乗りぐらいだったら僕は半帽の方がなんかスピード出さなくて済むかなっていう感じで思ってます。はい、まあそうじゃなくてもスピード出すなよっていう感じなんですけど、はい、まあでもやっぱりね、ヘルメット一つで気分が上がったりとか、なんかちょっと、違うとこ行ってみようとかってなると、まあバイク乗るのも楽しいですからね。はい、バイクはなかなか買い替えるのって難しいですけど、ヘルメットだったら、まあ、綺麗な状態であれば、中古で売っても、まあ、ベルとかあったらそこそこの値段で、まあ、ヤフオクとかメルカリとかで売れたりするんで、大事に使ってればそれなりのリセールもありますし、モト3のマリブなんてもう限定色だから被って売ってる人見たことないですもんね。はい、まあ、ブリットのシルバーフレークも見たことないんですけど、まあ、そうそう被らないですね。はい、人と同じヘルメットまあちょっと嫌なんで、まあ、一番被るのは、そうですね、オーシャンビートルの、は結構、はい、皆さん被ってるんで、被るような感じではありますけど、ね、やっぱ事故とかのリスクとか考えると、まあ、フルフェイスが一番安全ですし、ここがあるのとないのは全然やっぱり違いますからね。はい、特に女性とかは、うん、まあ、男性もだけど、はい、顔とかね骨折しちゃうともう大変なんで、まあ事故自体は、すごく、大変なので、まあ合わないことが大前提なんですけど、はい、会った時大変ですからね、まあ、特に高速とかの事故は、はい、なかなか大変だと思います。まあ僕も結構やらかしてますからね。はい、まあ、ちょっと結構大事故でも、まあ、自損なんですけど、はい、自損事故で、鎖骨を複雑骨折して、
全身打撲みたいなで救急車で運ばれたりとかもしたんですけど、はい、まあ、今はもうでも1年以上リハビリかかったんで、はい、日常生活とかね、まあ、健常者になれただけでもすごいラッキーだと、はい、思ってます。まあ、またバイク乗れるようになったのも、まあ、その事故の後に今の商売始めたんで、はい、まあ、それも何か縁があったのかなっていう気は、しているんですけど、まあ、でも命あっての、物種なので、はい、皆さんくれぐれも事故には気をつけて、まあ、おしゃれで楽しく、バイク生活送っていただければと思います。はい、今回は、そうですね、ベルのヘルメットについて少しお話しました。今回もご視聴ありがとうございました。はい、稲妻バリバリ鈴木中でございます。ありがとうございました。